第3問、砥石についての補足です。その前に、第1次世界大戦は1914年から18年まで、第2次世界大戦は1939年から45年まででした。このくらいの年号はもちろん覚えましょう。で、覚えてるだけではなくて、もう特に重要な年号ですから、重要な年号ですね。ですので、もう自分のものとして使いこなせるようなレベルを目指しましょうという話を今回はします。問題はある作家さんの小説が与えられていて、この作家さんの生存年がもう1行目で与えられています。1903年から1950年にお亡くなりになられたようです。で、この段階でピンときたいですね。この作家さんはこの2つの大戦、その激動期を生き抜いてきた作家さんだということです。で、それを踏まえて問題を見ると、この作家さんがこの作品を書いた背景にあるものはなぜ何かという問題なので、もうあっという間に2、3、4が消せます。答えは1ですね。まあ、なぜ消せるかっていうのも確認しておきましょう。例えば丸2、中華人民共和国。あ、間違えちゃった。いいのか。中華人民共和国、中華人民共和国が成立したのはいつでしたか。そうですよね、戦後ですよね。第二次世界大戦後です。で、3番の開発独裁とありますが、まあ有名なのは韓国ですね。で、選択肢4に北朝鮮もあります。北朝鮮が分裂して韓国や北朝鮮ができたのはいつですかって言ったら、もちろん戦後の話ですよね。で、しかも各事象が文化大革命とか、その開発独裁、あるいは最高指導者の接収地位が接収された、これらが成立してからかなり後の話です。ということで、1950年にお亡くなりになられたこの作家さんにそれらの事象が背景になるってことはありえません。まあ、もちろんこの開発独裁、韓国ではないかもしれませんが、他のアジアとかアフリカの国かもしれませんが、まあ、時期としては同じですから、このように考えていいです。で、この問題ももちろんこちらの年号が入っていることは、前提ですが、戦後の雰囲気みたいな、ね、時代感みたいなのをつかめているかどうかってことも試されます。で、これはね、決して裏技的な回答ではなくて回答法ではなくて、出題者の方もこういう考え方で答えを出してくれることを想定していると思います。そういうことも踏まえて勉強しましょう。で、なお、本文の方、与えられた文章の方を読みませんでしたが、こちらもとても面白い内容が書かれているので、ぜひ、しっかり、ちゃんと目を通すようにしておいてください。